回の旅人はタレント、DJ、YouTuber として活躍している黒髪のリリーちゃん。ママさん YouTuber として自身のチャンネルで子育て動画なども公開しています。そんなママさん YouTuber のリリーちゃん、今回は2歳の息子ちゃんと一緒に京都の人気スポットへ親子旅に出かけます。プライベート旅ストーリーズ、今回リリーちゃん親子が訪ねたのは京都市下京区にある京都鉄道博物館。こちらは SL から新幹線までさまざまな車両が展示してある日本最大級の鉄道博物館で、地域と歩む鉄道文化拠点をテーマに見て触って体験して楽しめる博物館なんです。ところでリリーちゃん、今回どうしてこちらのスポットを訪ねようと思ったのかな？はい、息子のことをね、いつもボーっていう感じで呼んでるんですけど、このボーがですね、もうとにかく電車が大好きなんですよ。いつもね、最寄りの駅で電車を見せたり、お家ではプラレールで遊んだり、動画を見るときも、もう今もですけど電車の映像ばっかり見てるくらい、もうドハマりしてるので、今回はこちらの京都鉄道博物館でたっぷり遊ばせながら、電車好きの子とかにもレビューできたらいいななんて思っています。なので今回は私も YouTube やってるんですけど、そちらのチャンネルの撮影も一緒にしながら進めていこうかなと思っています。よろしくお願いします。見て、新幹線電車回るで、見に行こうか。レッツゴー。手を挙げて、もう一回せーの、レッツゴー。行ってきます。いや、これは鉄道好きの子喜ぶわ。あれ、歩いてみる？何ある？あっち行ってみようか。出た電車。うわ、見て、すごい。何この電車。あ、レストランみたいになってる。すごい。すごい、環状線あるで。なあ、大阪環状線どこ行くの？環状線見て、乗ってみる。電車乗ってみる人。ダッチュよいしょ。すごい、ガチの電車や。そらそうかもしれんけど、ほんまにガチの電車や。ここでも YouTube 撮っときたいな。撮っといてもらっていい？よし、見て、見てる？この感じ。おーいわ。ナナ。おーい。電車の中だよ。環状線でこんなに自撮りができるなんて。電車の中やで今。すごいな。おーいわ。まだ朝なのでちょっとテンション低めでございます。続いてリリーちゃん親子がやってきたのは本館1階。こちらにもさまざまな車両が展示してあるほか、鉄道の歩みや車両の仕組みなどを分かりやすく紹介しているフロアになっています。さあ、インスタ映えしそうやからここで写真撮ろう。何そのしけてる顔、やめてくれる？多分お腹空いてきて眠たいのかな。すっごいリアルなの撮れました。で、私は微笑ましい表情ですけど、もうめっちゃ嫌がってる。めちゃめちゃ嫌がってる。よし、じゃあ入ってみよう。よいしょよいしょ。うわー、すごいな。昭和をイメージして作られてるんですね。なんか今こういう駅とかなかなかないですもんね。綺麗になってるけど、私こういうレトロなところ大好きなんで、風情あっていいな。
あ、ほんでここに駅員さんがいて切符を切ってくれはってっていう。へー、すごいな。おー、これも近くで見れる、すごい。めっちゃ可愛い。私現代の電車より昔のこういうカラーの組み合わせ大好き。なんか今までね、女子なんでやっぱり人形遊びとかで育ってきたわけなんです。だから電車の知識全然ないし、なんか某が興味持ったから私もいろいろこうやって知っていくんですけど、今まで興味なかったけど、やっぱり我が子が好きなものって親も興味持ってきますよね。どんどん知りたくなってくるし、興味湧いてきて電車の世界もいいなってすっごい思います。なんか踏切の待ち時間ですら楽しくなったり、すっごいなんか世界が広がった感じがして、毎日街中にワクワクするものっていっぱいあるなっていう風に思うようになりました。お、ここ行ってみようか。すごいな、運転手さんなってみる。あ、すごい、見て。うわ、めちゃめちゃリアル、すごい。機関車の運転席ってことです。本物の運転手さんが訓練するためのものなんで、本物と一緒になってる。へー、すごい。座って、ボタンあるわ。ボタン見て、ピッピッて押して。ピッピッて押してみ。なんで、もうなんで。みんな集まりたくて仕方がない。いや、そうなんですよ。なんでな、今日の撮影に限ってなんでな、ほんまになんでな。京都鉄道博物館では他にも見て、触って、体験できるものがいっぱい。2階では鉄道模型が走るリアルなジオラマのショーを見ることができたり、運転シミュレーターによる運転士の仕事体験をすることもできるんです。そしてそして、こんな体験も。切符売り場。よし、じゃあ買ってみよう。おお、すごいすごいすごい。大人一枚でこんな出てきた。めっちゃ本格的。押してみ、子供、子供押してみ。はい、これ置いといて、子供ピッ。あ、出てくるよ。はい、取ってみ。あー、取れた。見せてみて、こんなんだよって。はい、見てって、見てって。よし、え、これ見てみる。うわ、飛び降りた、自分で飛び降りた。じゃあこのまま行くよ。よいしょよいしょ。おお、ここ入れてみ、ピュって。おお、ここ置いてあるで、ピュって出てくる。あー、子供の音や、すごい。ここここここ、ピュってこれ取って、シュッて取って。おお、取れた。じゃあママも行くよ。ママもピュッ。めっちゃ夢中で見てる。あ、出てきた、コラ取ります。ママの。あ、一緒だね。はい、じゃあ行こう、手つないで行こうか。あ、ダッチュ、ダッチュ、すぐダッチュ。あ、ここなんやろ、外に繋がってる。おお、すごい、車庫や。 SL いっぱいある、見て、すごいね。あ、あ、すごいな、いっぱいおるね、汽車。こちらも京都鉄道博物館の見どころの一つ、線形車庫エリア。1914年に建設された SL の車庫で、現存する最古の鉄筋コンクリート造りの機関車庫として国の重要文化財に指定されているんです。間近で見る蒸気機関車は大迫力ですね。そしてなんと、実際にその蒸気機関車が引く客車に乗ることもできるんです。蒸気を吹き出し、大きな汽笛を鳴らす SL は迫力満点。往復1キロを走る間、蒸気機関車での旅気分を味わうことができますよ。おー、見て、砂下くぐってるよ。天気やわ今日。気持ちいい。すごい。動いてる動いてる。めっちゃ煙出てる後ろ。
徒歩数電車が通過しております。2番手前、先ほど特急電車が通過いたしましたので。めっちゃ楽しい。今日なんか棒以上に楽しんでる気がする私がいや面白い。さて、京都鉄道博物館で楽しい時間を過ごしたリリーちゃん親子、博物館を後にして続いて向かったのは博物館のすぐお隣にある梅小路公園。1995年から開園している面積およそ 13.7 ヘクタールの都市公園で、公園内には平安遣都1200年を記念して作られた庭園朱雀の庭や遊具が置かれてある広場などもあり、お子さん連れのファミリーにも嬉しい憩いの場となっています。見てください、博物館から歩いてすぐのところにこんな大きな遊具がある公園があったりとか、もう少し行けば京都水族館があったりで、さらに反対側には大きな芝生の広場が広がってるんですよね。なので子供と一緒に博物館で楽しんだ後、体を使って目いっぱい遊ぶところがあるっていうのは親的にもめちゃめちゃ嬉しい。やっぱり子供ってどんだけ電車が好きでも何かに夢中やったとしても、突如とこう体を動かして遊びたいみたいな時間って訪れるので、こういうのが近くにあるとすっごい親的には嬉しいですよね。で、今からちょっとお腹空いたのであっちにある芝生広場に行ってお弁当食べたいと思います。これはあん、たこさんウインナー、美味しいな。食べさせてほしい。今日は甘えん坊やな、いつも一人でパクパク食べるのに。あ、これはポテトサラダは、あーちょっと鼻吹こう。いやー、今回は初めてこんな感じでボーと一緒に、まあお仕事といいますか、こういうロケに来たわけです。いつも YouTube ってもう本当にプライベートな感覚でやってるものなので、こういうテレビで撮影っていうのは初めてだったんですけど、まあ皆様には大変ご迷惑をおかけしましたが、子供が大人になっていく成長の過程の大切な一つ、その場面をこういう風に映像に残していただいてありがとうございます。本当に美味しいな。そう、でも本当にあのお弁当を作り慣れてなくって、たくさん作りすぎてしまったので、スタッフさんたちの分もいっぱい作ってきたから、みんなでピクニックしましょうかお疲れ様でした。今日は本当にありがとうございました今度いつか水族館とか行こっかな。ん、いいよ、食べ